美容師に向かないなって思って美容師が辞めちゃう人もいたりするじゃないですか、うん、でも結局戻るパターンとかもあって、うん、俺それ逆にいいと思うんですよ。僕本当美容師って本当天才だなって思うのが、その日に悩んだ悩み聞いた悩みをその日に SNS で広告みたいに出すじゃないですか。これ冷静に考えたら超すごいんですよ。元美容師さんたちを雇用してる美容関係の会社だったってみんな口を揃えてるのはめちゃくちゃ優秀って言うんですよね。ということで、続いての話題に移りたいと思います、まあ、先ほどいろいろお話ししてましたが、美容師の仕事に対する価値観とか、働き方とか多様化しているのを感じてまして、まあ、その中で美容師のキャリアについて皆さんと話してみたい記事があったのでご紹介したいと思います、リビオニュースさんからの記事になります、記事によりますと、2023年美容就業実態調査によりリ美容師が転職するとき美容師は 46%、 美容師は 40%、同業他店に再就職する割合が高いことが分かりました。ですが、昭和の時代は推定7割ほどが同業内で転職していたので、その比率自体は下がりつつあるというお話ということになります。はい、この記事に関して宮さんどうですか？そうですね、同業で、まあ、再就職ってあれここちょっと違うなっていうふうに思うんだったら、もうちょっと面接とかする前にもうちょっとお店を調べとくとかする方がいいなっていうのも思うのと、あとは美容師に向かないなってこう思って、で結構あるパターンが美容師が辞めちゃう人もまあいたりするじゃないですか、うんうん、でも結局戻るパターンとかもあって、うん、俺それ逆にいいと思うんですよ、うん、やっぱ美容師がいいんだっていうリベンジをするみたいな。けどあのこうふわふわふわとこう逃げてどこに行くんだろうっていう逃げ癖がついちゃってるのはなんか良くないのかなっていう、なんて言うんだろう、あのさっきもちょろっと言ったけど辞める理由が例えば寝坊とか嘘つくとかしょうもなさすぎるじゃないですか、とかあとはなんだろうな、僕は昔はめっちゃ遊んでたんですよ、うん、DJ も内田さんもそうですけど、はいはい、DJ やってて死ぬ気で遊ぶって思ったんですよ、うん、だからあのなんていうの、美容師のせいで飲み会とか断りたくなかったんですよ、うん、だから12時まで練習してその後こう遊ぶみたいな、なんかそういうでも寝る時間削ってやりたいことはやりながら美容師をやりたいと思ってて、うんうん、でまあ最近ちょっとこうセカンドキャリアとか、うん、みんないろいろこう二足のわらじじゃないけど、美容師やりながらカメラマン、美容師やりながらホニャララみたいなの美容師さんでいると思うんですけど、僕それすごい夢があると思ってて、うんうん、最近僕あれなんですよね、漫才をすごいやりたくて。漫才漫才ですか？そうなんですよ。またすごい角度きましたね、漫才。そうなんですよ、僕もやっぱり何百人とかの前で講演することがあるんですけど、はいはいはい、その時にたまにこうボケたりするんですよ、うん、とかなんか一人でなんでやねんって言ってみたりとか。一人でね、はい、でなんかちょっとそこで滑るってこともあるんですけど、はいはい、うん、なんかそういうなんていうんですかね、そこでも気持ちいいんだ。はい、みんな経験なかなかできないじゃないですか。なるほど、ね、飲み会の中での話だったらあるかもしれないけど、はいはい、200人の前で笑うん、どっかって決まるんですよ、はいはいはい、その時カラーが超決まる時よりカラーを超えた気持ちよさがなんか人を喜ばすのがもともと好きなっていうのもあって、はい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 、米田くんがさ、うん、バンドやってて歌歌ってるもん。出た伝説のめっちゃ上手いんですよ。感動じゃないけど、いやいや音痴だから羨ましいなと思って。聞いたけどマジで上手かったですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにそういう意味では結構ね、セカンドキャリアというか美容師かけるっていうのは一番やってるタイプなんじゃないですか。ね、多分その僕はなんかちょっとその自分の話みたいになっちゃうんですけど、まあバンドみたいなのはそのコロナ禍でちょっと音楽業界と美容業界を一緒に盛り上げようみたいな感じだったんで、それでちょっとまあ同時に一緒にやったみたいなとこはあるんですけど、まあなんかセカンドキャリア、それこそまあ寺村さんもそうだと思うんですけど、その美容師×何々みたいな感じで、その僕はこうマーケティングを主軸とさせていただいているので、本当にその美容師さんのマーケティングもするし、他のサービス業のマーケティングもするし、飲食店のマーケティングとかもしながらこうやっていくんですけど、なんか一番このお客様にというか消費者に近い仕事なんで、一番ダイレクトに悩み聞けると思うんですよ。でなんかそれこそ僕本当美容師って本当天才だなって思うのが、その日に悩んだ悩み聞いた悩みをその日に SNS で広告みたいに出すじゃないですか。これ冷静に考えたら超すごいんですよ。超すごくて、なんかこういうのってもっと活かせるよなみたいなのは本当に思っているので、なんかそういうなんかセカンドキャリアって言い方だと1個へぞを得て次のものにみたいな感じなんですけど、かあと1個やめて次のものにみたいな感じなんですけど、まあなんかこういい意味でその同時並行でいろんなことができるような時代にもなってきましたし、なんかそれはすごいいいのかなとは思うんですけどね、僕自身は、うん、まあ、そういう意味では寺村君まさにね、まあ、セカンドキャリアと呼んでいいか分かんないですけど、まあ美容師からまた新たな
美容業態っていうんですか、はい、でもそういうのに着手したっていう意味では、ありがとうございます、はい、うちの会社はほぼ美容師で構成されていて、はいはいはい、従業員約10人近くになってきたんですけど、うん、6割ぐらいが美容師免許持ってる方たちなんですけど、うんうん、まあ、非常にやっぱ優秀だなってすごく思います、うんうん、特にやっぱり教育型サロンさんとかでしっかり、まあ、コミュニケーションだったり接客だったりとか、あとできなかったことを頑張ってできるようになるっていう努力をコツコツ美容師やっていくじゃないですか。なんかそういうのを当たり前にこう地道にやってきた子たちなんで、最初入社した時に何もできなかった、パソコン触るとか資料作るとか動画編集するとかできなかった子たちも、あ、できるようになろうって頑張ってでコツコツできるようになって、気づくと普通にこう OL さんとか、それこそ動画編集もともとやってた人よりも全然クオリティ高いもの作っちゃってるじゃんみたいになっていくので、なんか僕の関わってる会社さんとかでも、まあ、それこそヘアキャンプさんもそうですし、あとライムさんとかもそうなんですけど、元美容師さんめちゃくちゃいっぱいいて、でそういう元美容師さんたちを雇用してる美容関係の会社さんたちってみんな口を揃えて言うのはめちゃくちゃ優秀っていうんですよね、美容師経験者の人たちって。だからなんかこういう人たちが他業界に流れちゃうのは非常にもったいないし、業界にとってマイナスだなっていうのすごく思います。美容師で頑張ってる人大体の職種で頑張れそうですもんね。あれますよ、ね、結構大変ですもんね。こんなに頑張る仕事なかなか多分ないんじゃないですか、労力とか。で内田さんとか宮津さんとかもこの領域まで行って多分全然休んでないじゃないですか。休んでないですね。でも実際このセカンドキャリアっていうのは、まあ、なんていうんですか、美容師に再就職する人が、まあ、このデータからすると、まあ、減ってるってことだと思うんですけど、これに関してはどう思います？なんかいいのか悪いのかでいうと。いや、悔しいなと思いますね。あ、なるほど、うん、はい、やっぱ素晴らしい仕事じゃないですか、うんうんうん、まあ、続けてる身としては、うんうんうん、だし、あとはそのやっぱ美容師楽しいなとかやってみたいなと思って目指してきてくれたはずなのに、何かがきっかけで美容師続けられなくなってしまってると思うんですよ、うんうんうん、でもそれってやっぱりこう働き方だったりとか、特に他業界になってくるとテレワークができるので、子育てしながらでもまあ、お給料もらいながらちゃんと仕事をやって社会に貢献できてるっていうことを続けれるんですけど、もちろん僕らの美容師に限らずネイリストさんもアイリストさんとかも予約商売なので、なかなか家でできる仕事って作るの難しいじゃないですか。そうですね、だから労働集約型のその末路みたいなところあると思うんですけど、まあ、今の話で言うとやっぱ美容師やったけどやっぱ違う業種の方がいいやんっていう話に近年なってるってことだと思うんですけど、これ自身は僕は結構いいなと思ってるんですよ、うん、はい、むしろ美容師って今 ね、 多いですね、かなりね他店舗がかなりあって、まあ、かなりオーバーストアって言われてる状態の中で、まあ、正直、ね、ちょっと減ってくれた方がやってる人としてはまあ競合他社がいなくなるっていう意味ではいいんじゃねって思っちゃう本なんですけど、お二人どうですか、その美容師じゃなくなっていく人が、まあ、徐々に増えてるっていう。なんか辞めていくのは、うん、辞めていくのはしょうがないと思うんですけど、うんうん、なんかこれ結構僕の中で答えなんですけど、うん、いろいろまあなんか働き方改革とか、うん、まあ、さっきのこうまあいろいろ離職の話とかさっき出てると思うんですけど、僕らの仕事って僕は渋谷でやってたり皆さん都内で、ね、うん、やってて、みんなが同じ時間でしか練習しないとか、そういうふうにサラリーマン化していくと、うん、上手い人いなくなるというか、いたとしても器用な人だけ生き残るじゃないですか。僕みたいな不器用な人とかは人よりも練習めちゃくちゃしなきゃいけないって思ってて、それができないんだったらもしかしたらやめてしまえばいいっていうのもちょっとありました、うん、一時期同期はみんなやめてもいいって思った時もありました、うん、僕はやめないんで、うん、っていうのは時もあったんですけど、まあ、今もうちのお店はお店でみんなのこと欲しいなと思うんですけど、最初からやっぱその腹のくくりは決めてきてほしいっていうか、その話はやっぱりスタッフにもします、うん、あの結果イコール、頑張った時間が絶対必要、うん、あの他の職種よりももしかしたら休みがなくなることもあるかもとか、うん、モデルハントとか、うん、練習朝、ね、始発で来る、終電で帰るとか、そういうのがありきでうち、続けれるやつはもう頑張って夢を叶えてほしいけど、やっぱりこうふわっとやってたらあんま楽しくない仕事なのかもしれないですよね。時間もすごいかかるし、まあ、でもみんな結構その多分野に興味があって、それをちゃんと美容としてなんかシンクロできてる4人なのかなって気はするんで、まあ、結果それがなんか美容師としてまあなんか成功のきっかけにはなってる事実あるのかなと思うんで、なんかそこをなんかうまくやれる人はまあそもそも美容師続けてるしみたいなところありますよね。だからなんかセカンドキャリアみたいな感じで
じゃあ違う職種に行こうってなるとまたちょっとなんか話は違ってくるのかなと思うんで、うん、だからそこのこうなんか実態とかそのなんか今後のねキャリアのあり方っていうのはなんか もっと根深い議論があると思うんですけど、まあ、僕自体は結構ねこれはねあのどんどん病床やって、まあ、今のね寺村君の会社の人もそうですけどその知見を得た上で美容業界に貢献していくっていう人が逆にもっと増えてくれた方が、まあ、僕はいいなと思ってます。